はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日のメイクしていきます。今日もね、ちゃちゃっと済ませちゃうから、オールインワンです。フロレスカのオールインワンを使っていきます。 NMN ね。なんかね、これ本当にしっとりしてて、急いでる時はね、本当これで済ませちゃうから楽になっちゃった。楽になっちゃったわよ。しっとり。やっぱり私ってね、もともとね、依存体質だから、気に入るとね、もうそればっか使っちゃうんだよね。だから、本当はね、YouTuber 向きじゃなくて、もう自分がね、化粧品仕事してた時は、化粧品の、もうそのメーカーのものも他のもの全然浮気しないで、そのものばっかり使うタイプだったのね。このお仕事させてもらって、なんかいろいろ使わせてもらうようになったじゃない。それはそれで、なんかすごい感謝してて、やっぱりね、いろいろ使ってみると、いいものもあればね、悪いものもある、やっぱり。はい、ということで今日はフロレスカのオールインワンだけで済ませました。4スキンケア。そしたらこれすっごい良かったの。これエスパのね、リップエッセンス、リップセラムだ。これね、ほんと素晴らしい。トリートメントセラムだから、美容液ね、唇の美容液なんだけど、ほんとしっとりして、蜂蜜レモンみたいな匂いがして、すごいね、ツルッツルになるの。これは嬉しかった。アドベントカレンダーに入ってたの。アドベントカレンダー見てない方ねえ、こういうのが、こういう良きものが入っててくれると嬉しいわよね。はい、ということで今日はね、昨日ね、ちょっとね、買い物行ってドラッグストア行ったから、キャンメイクのものを少し買ってきました。まずね、ライブで教えていただいた、私の大好きなサクラブラウンの、ミニサイズ。これね、買ってきたので今日使ってみたいと思います。それから新しく出てた、これは、アイブロウリキッドってやつか。ね、新しく出てて光らないっていうの、こういうところにちょっと使うやつと、あとこれ、このパレットを買ってきました。可愛かったから。ね。色合いもね、すごい、なんかこういう細部のところにね、ハートがあったりとかして、で、色が3色全部で出てたのかな。それで私は真ん中の02番を買ってきました。こんな感じで。かわいいよね。いろんなパターンが使えそうだから。で、私はこういう感じのハイライトの色が好きなので、これが2つ入ってていいなと思ったから、これ買ってきたんで、今日はね、これを使ってメイクしてみるね。ファンデーションは、何使おうかな。ファンデーションはこれ使おうか。銀座ステファニーの、ルーチェルーチェプラスでも使おうかな。ね、これ、ルーチェルーチェプラス。まだ箱に入って。皆さん、これのレビュー動画見ていただきました。もうね、アルーチェ使って5年、ん ?3 年、3年前か。3年前に使って、なんかもうこれすごくいいよ。オールインワンの上から パッとつけちゃって。もう私はね、ひし形ゾーンのところしかつけないから、もしあれだったら下日焼け止め入れてもいいけど、明日かな、明後日かな、確か今週、ちょっとまだ忘れちゃったけど、まだ行けるかどうかわかんないんだけど、キャンプにね、行けそうなんですよ。もう嬉しくって、もうずいぶん行ってないな、1ヶ月ぐらい行ってないかな。嬉しい。まあ、寒いと嫌だからね。でも薪ストーブとかやりたいからね。まあ、動画に必ずしますので、またそっちアップしたらね、お知らせしますね。じゃのん。はい、こんな感じ。そうしたら、アイブロウリキッドを、あ、違う違う違う。コンシーラー忘れるとこ。メイベリンです。ごめんなさい。また言い忘れそうになっちゃったんだけど、いつものようにね、動画概要欄に、使ってるものは記載してありますので、ご覧になってください。アルーチェルーチェって、これ1番の色使ったんだけど、一番明るい色なんだけど、やっぱりちょっとオークルがね、強いのね。だから、
コンシーラーをちょっと今ね、明るめのいつも15番なんだけど、今日はね10番使ってます。よきよきあ、セザンヌのね、あのシェーディングスティックです。久しぶりにシェーディングして、まあ、ここまでねちゃんとやることあんまり、もうあんまりってか今までね、前回の動画で10分メイクっていうのやったんだけど、前回の動画もうこんなにね、あのあこれじゃない、間違えちゃった、あれどれ、これだもうね、ずっとああいう手抜きメイクしてたからやり方わかんなくなっちゃう。ブラシとかも動画概要欄に載せとくね。ちなみにこのブラシは BH コスメティックスのブラシで、もう売ってない、売ってないの、ごめんなさいね。あと前回のね、また突然ゲリラライブでお話ししたんだけど、冬なのにホラーナイトをやろうかなと思ってて、いつにしようかなと思ってるんだけど、いつがいいだろうねあえてクリスマスの日とかにやったらどうだろうねはい、そしたらセザンヌもこちらね、シェーディング、マットシェーディングの01番です。なんかね、花粉症なのかわからないんですけど、鼻水がね、もう水みたいなね、鼻水がシャカシャカーっと出てくるんですよね。皆さんもそうじゃない？なんかうちの母もくしゃみとかすごいしてる。うん。とか言って、自分で自分のメイクを納得する。はい、そしたらアイブロウなんだけど、この2つがちょっとピンクがかっているアイブロウなので、少しピンクっぽい方がいいかなと思ったんだけど、下までピンクにすると今度ピンクピンクしすぎちゃうかなと思ったんだけど、まあいいや、これであの普通のブラウンでまず描いて、01番フェアリーアイブロウってやつで描いて、それであの色をねちょっと変えていこうと思います。久しぶりにこれ使って、もしかしてこれなかったらどうしようキュッちゃんいます、あそこ耳だけ見えてるでしょ。キュッちゃん毛が伸びて本来の姿になってすごい可愛くなってます。ルーだってなんかホラーナイトとかやってもチューちゃんがいると全然怖くないんだよね、ブーとか言ってるから。はい、そしたらあえてこの辺はぼやかしているので、ここの辺を、リキッドアイブロウで、リキッドアイブロウは試してみようかな。ふんわり消えにくいアイブロウリキッドっていうことで、キャンメイク、セサミグレージュだって。グレージュなんだ、いや間違えちゃったかな、グレージュじゃダメだ。なんかこの入れ物のイメージをで、ね、ちょっとこういうっぽい色なのかなと思ったんだけど、あーもしかしたら黒っぽかったらどうしよう、でもグレージュだからブツブツ言っちゃった感じの色味かな、これだったらいいけど。あ、大丈夫大丈夫、全然今の下の描いた色と同じような感じ。うんうん、ふんわりだからすごい描きやすいかも。うん、あのね、目立つ色じゃないから、すごい濃い色じゃないのね、グレージュっていう色自体が。だからまあそんなに技術がなくても描けるかなっていう程度。
ってない。ね、次々にいいの出してくるから、この辺の眉の感じとかも自然に描けるからいいかも。うん、どう？赤すぎないしね。この眉尻とかはしっかりと綺麗に描けるから、ほらね、うん、いいと思います。はい、そしたらこちらの、ミニマスカラ、なんでミニにしちゃったんだろうね。大きいのはね、もう私が行ったドラッグストアには売ってなかったです。桜、07番の桜ブラウン、なんで可愛い色なのにダメなんだろう。もうほんとキャンメイクとか、まあ、セザンヌはあんまりそうでもないけど、でももうどうしてもすぐに回転が早いっていうか、まあそうしないとなんか話題性もないし、売れないんだろうけど、でもね、なんかせっかく気に入って使ってるのに。入れ物はこんな感じです。可愛らしいグラデーションの入れ物ですね。ブラシは、あ、こんな、あ、見えるかな、こんな感じ。ブラシは細いの、小さいの、なんか私がも、あの前の桜ブラウンの方がもっとグレーっぽかった気がする。ちょっとこっちの方が赤い感じがするのは私だけ。まるっきり同じじゃないよね、きっとね。ね、ちょっと赤っぽいよね。これが07番の桜ブラウンなんだけど、こっちが反対側つけてみようか。うん、やっぱりね、こっちの方が、あの、グレ、あの、なんていうのかな、赤みがない。うん、どう？ほら。ねえ、こっちの方が赤みがないよね。ちょっとこっちの方が赤みがある感じ。まあでも微妙だから、いっか。いっか。はい、そしたらアイシャドウをつけていきます。この色ね、02番。パレットの02番。かわいい色がいっぱい入ってて、もう萌え萌えだよね。萌え萌えって言わないかな、今。じゃあこちらを、まあお値段がね、安いから、あれなんだけど、鏡がついてるといいよね。言うことなしだよね。まぶた、アイホールのところまで伸ばしていきます。うん、かわいい色よ。見た目とちょっと違くて、ピンクベージュがすごく綺麗。ね、ほら、綺麗じゃない？そしたら次に、同じ筆でいいので、どうしようかな。これがあんまりパール感がないので、パールのある色をちょっとつけます。うん、きれいきれい。で、少しずつ最初につけた色となじませてあげて、うん、きれいじゃないね。で、指でなじませて、まあね、ちょっとね、みんな同じような色になっちゃうんだよね。うん、はい、そしたら一番マットな色を締め色に使います。こんな感じ。どう？よき。そしたら
最初につけた色を目の下に入れていくか。こんな感じで。はい。そうしたら、キラキラを真ん中にちょっとふんわり乗せて、あんまりキラキラしないな。あんまりキラキラしないからいいかも。で、ハイライトで A の色を眉骨の下、はい、そして目頭入れちゃう。どう？使いやすい使いやすいと思います。うん、悪くないね。綺麗だよね。なんかこっち側はこのピンクの色をちょっと入れてみるね。ちょっとまた変わった雰囲気になると思う。こっちよりも柔らかくなるね。ピンクを入れてます。今そうしたら締め色に今度は一番濃い色の H の色をガツンと、こんな感じで。あ、いいね。こっちの色合いもすっごい、いろんなのが楽しめるからすごいいいと思う。そしたらキラキラを今度この色にしてみようかな。ちょっとさっきのとは違う光沢のあるキラキラ、オレンジっぽいキラキラ、どう？ちょっとイメージ違うね。綺麗だね。なるほどね。いろいろ楽しめるからいいね。で、A の色は変わらず眉骨の下に入れて、うん。微妙だけど色がね、ちょっと変えてみた。ね。はい。いろいろ楽しめるからね。いいね。はい。そしたら前回アイハーブの購入品でご紹介したこのパラディオのアイライナーを、アイライナーじゃない、これアイシャドウなんだけど、アイライナーの代わりに使ってみます。はい。あ、やっぱり思った通りインライナーも入れやすい。なんかね、極細でもいいんだけど、なんかやっぱりやりにくい。私はね、太い方が好きだな。ほら、簡単にできるよこれの。上のアイライナーはねちょっと無理かもしれないけど、インライナー簡単ね。いいんじゃない。皆さん、アイライナー引く前にビューラーとかはやった方がいいですよ。上にもつけてみよう。あ、上でも細く引けるというか、後でぼかさないとダメかも。でも引きやすい。ただ細い、なんていうの、シュッて跳ね上げとかはこの太さでは難しいから、リキッドアイライナーとか使った方がいいと思います。同じくキャンメイクのこのグレーのやつ使ってみようか。これね、あんまり色出ないんだよね。うん。どう？跳ね上げうまくできた。なんか
これの黒とかだとすごい逆に出すぎてべったりした感じにつくんだけど、うん、でもいいんじゃない、簡単よ、うん、簡単が一番ね、簡単が一番。マスカラどうしよっか、今日はキャンメイクだからキャンメイク使ってみようかね。これがオフスルンマスカラ、オフスルンマスカラだオフスルンマスカラね。なんかねブラシがあんまり小さくてドバドバベタっていうのが好きだからいいんだけど、どっちかって言うとやっぱり私は極太マスカラの方が好きだな。これもいいんだけどね。なんか今年ももう終わりだとは思えないね。でもまあコロナが収束して日常が戻ってきてね、皆さんともほらメイクレッスンも再開したりして、結構後半は楽しかった。ライブも再開したしね、ライブも再開したから皆さんとライブでいろいろお話できたりもするしね。はい、ということでアイメイク出来上がった。いろいろバリエーションを楽しめるからね、いいかもね。こういうパレット1個あればね、1個1個持つのもそうだし、今日はこっちの色、今日はこっちの色っていう風に楽しめるから、これもいいと思う。それからこのアイシャドウはもうパラディオのアイシャドウは良かったね。はい、そしてこのリキッドブローはまあ普通普通かな。リキッドブローはいろんなの使ったけど、まあすごいっていう感じではないけど使いやすいと思う。それから桜ブラウンね、マニアとしてはちょっとこれは、桜ブラウンマニアとしてはちょっとこれは残念だったかな。これじゃなくても、もう普通のまんまでいってほしかったけど、まあいいんじゃないいいんじゃないとか何様って感じだけどはい、そしたらチークね。チークはもうめんどくさいからいつも通り、はい、これは肌透けマットの M03 番です。これだけだと薄いから後でねちょっと重ねないとダメ。ちゅうちゃんのモフモフ具合はあのキャンプのチャンネルでご覧になってくださいで、こっちねこのコンビネーションが好きだから02番 M の02番を中心に入れ込んでいきます。いつもねちゅうちゃんはサマーカットしてるからスムースチュアではですかって言われてたんだけど、実はロングコートチュアね、もうここのシミが結構濃くなってきちゃって、もうすごい悩んでて、皆さんになんかこれだけカバーできるよっていう、それ用に撮っとこうと思ったんだけど、なんか結構すごい目立ち始めたからどう思う、撮っといた方がいいと思う、コメントで教えてください。これ今アルチェルチェ塗ってる。アルチェルチェ本当に隠れるからね、ほらね、全然隠れちゃうでしょ、すごいのよアルチェルチェってね、ここもねちょっとね大きいのが出てきたんだよね。もうやっぱりねキャンプやってるとなんか最初はすごい気をつけるんだけど、もうだんだんね日に当たってるとめんどくさくなってきて、朝つけたっきりでもう直さなかったりすることが結構あるから、やっぱねそれじゃダメだよね。はい、そして次がパラディオのリップをですね、この間もちょっとつけてみたんですが、アイハーブの購入品でご紹介したパラディオのリップを合わせていきます。さっきの、トリートメントリップの上から
このね、アプリケーターがね、ちょっと硬いんだよね。でも、色がすごく可愛くて、落ちにくいから、その辺はね、良きとしとく。色が可愛いから、好き。ノーメイクでも結構つけとくと、顔色がよく見えるので、このマジックみたいのが本当に、こう、スルスルっとつけられないのよ。こう、書くみたいな、本当にこういう書き方しないとつかないんだけど、なんかこの匂いといい、つけた感じとか色味とか、赤すぎない、ちょっと薄らピンク、ローズ系っていう感じがすごく好き。はい、出来上がりました。なんか優しい感じになったね、顔が。目元もそうだけど、こっちの方がブラウンがちょっと強めで、こっちの方がちょっとパール感が結構効いてるんだけど、違いがわかるかな。ね、でも可愛い、すごく。はい、ということで、あ、忘れてた、ハイライト、これね、これ、うるっとツヤうるっとツヤをつけなきゃいけなかった。どう、ツヤが入ったはい、ということで、ピアスも忘れちゃったし、今日は、はい、出来上がりました。はい、ということで、いつものように今日のメイクご紹介させていただきました。今日はね、キャンメイクの新しいなんかアイテムをね、3個買ってきたので、そちらを合わせて、あとアイハーブの購入品で買った新しいコスメを合わせてご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。んーね、プチプラだとね、次から次へと新しいもの買えるからいいよね。やっぱりプチプラは万歳よはい、ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら、高評価ボタンをお願いいたします。インスタグラムやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それから先ほどもちょっとちらっと言いましたが、キャンプチャンネルやっております。今週ね、行けるかもしれないキャンプの動画を、来週ぐらいには上げれたらというふうに思っておりますので、楽しみにお待ちになっててください。では次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。